いやじゃあよろしくお願いします。さっき軽く出た軽く見てやれちゃった。だからね、あの口で呼吸しちゃう悪い癖があるから。鼻からね、本当呼吸しないといけない。ああ、さっき出てますね、これ。大丈夫ですか？すごい、来てます。私もらったの110番ぐらいだったんですごいですね。そうで今何番20何番で呼ばれてて、だいぶ先で疲れちゃいますね。待ってて。いやもう帰りました。普通にここ病院で待ち合いですかみたいな、うん、みんな待ってるんですよね。相当有名な人なんですかね。いやどうなんでしょう。でも私初めて聞きました。ただどんなことをやってるのかってライブハウスに興味があったから。確かに。だから俺も興味があった。その一人ステージの、そのライブのハウスのステージ上で一人の人がマッサージしてて、で後ろみんな並んでるんです。で大体10分ぐらいで、はい次みたいな。次気候かなんかですかね。いやなんかマッサージしてますよ、こう。うん、面白いですね。面白い手法だなと思って、うん、ちょっと今度そういうのあったら呼んでください。はい、一緒に行きましょう。私もだから一人でってなんかもう待ち時間長いでしょ。確かに。20何番で行った時で100何番とかだったらで朝まであったんですよね。やってらんないです。待ちは自由みたいな感じだったけど、うん、まあ、ちょっと出入りは自由だったけど、さすがにそう眠くなっちゃう。ありがとうございます。なんかこんなに凝ってるって自覚できました、ね。まあ、気づきもありますよね。そうですね、うん、でも全然あのマシな方ですよ、全然本当に。ただちょっと僧帽筋のこの出っ張りはすごいですね。やばい。まあ凝ってる方でしょうね。ただそれがもう日常化しちゃってるんで多分感じないのかもしれない。はい、ありがとうございます。